新型コロナウイルス、日本だけではなくて世界各国で感染が広がる中、南米では逆に感染者数が減少しているんです。人口当たりの死者数が世界最悪となったペルーでも、1日の感染者数はピーク時の1割程度に。一体何が起きているのでしょうか。コロナにより国民の150人に1人を失ったペルー。感染者数が急増し、医療は崩壊。人口当たりの死者数は世界最悪になりました。しかし今は、si aceptan libre y voluntariamente contraer matrimonio, se van a poder conectar. これは昨日行われた200組のカップルが参加した合同結婚式。盛大なパーティーが行われていました。ペルーは今、普段の生活を取り戻しつつあります。外出禁止も徐々に解除され、街には多くの人が行き交っています。ペルーでの生活を SNS で発信している鈴木涼子さん。数として減ってきてるし、病院も随分余裕が出てきたっていうのは肌としても感じます。デルタ株の蔓延で世界的に感染者数が急増する中、日常を取り戻しつつあるペルー。一体何が起きているのでしょうか。デルタ株が入っていないというのも関係していると思います。それもあって今落ち着いていると。まだリマにも入ってきてないですし、感染者の 90% 以上がデルタ株に置き換わった日本とは違い、実はペルーでは未だ 2% ほどにとどまっているのです。専門家はデルタ株が拡大しなかった理由についてこう指摘します。Ahora sabemos que también apareció la variante Lambda en Perú, que al ser tan abundante no ha permitido el ingreso. こう話すのは、世界で初めてラムダ株を発見した日系ペルー人の塚山教授です。塚山教授は南米全土に広がったラムダ株がデルタ株と同等かそれ以上の感染力を持つため、置き換わりが起きなかったのではないかと話します。ラムダ株とはペルーで発見された変異型で、感染力が強くワクチンの効果も下がる可能性があると指摘されています。このラムダ株の影響でペルーでは感染が激増。全人口のおよそ 0.6% にあたる20万人を失うという未曾有の事態を引き起こしたのです。政府の専門家会議のメンバー、ファン・モア教授は別の可能性を指摘しています。Estamos alrededor no más del 30% de la población nacional vacunada. Es un porcentaje bastante bajo. Entonces eso, sumado a la inmunidad natural de enfermos, eso podría construir un colchón de una inmunidad. ペルーの保健局などが行った調査によると、一部の地域ではすでに7割の人が抗体を持っていたといいます。ペルーだけではありません。南米ではコロナを軽視したブラジルのノーガード戦法など、政府の不十分な対策や後手に回った対応で多くの感染者と死者を出し、免疫を獲得している可能性があるといいます。自分の身は自分で守る、そんな国民の意識が垣間見えます。Y veo que tú tienes la alcohol en tu cuello.
¿Así siempre pones tu alcohol? Para desinfectar las cosas. Siento que deberían haber más protocolos. ¿Más? Ok. Bueno, lo utilizo para más seguridad mía, sobre todo para protegerme de virus. Sí, tengo una queja con lo que se ve que están abriendo ya todas las por ejemplo, de diversiones. Y todavía no tenemos controlado. No hay que decir la verdad, no hay otra. Que no nos engañen. 政府には頼れないと一人一人の感染症に対する意識が飛躍的に向上、感染者数が減少した理由の一つと見られています。日系ペルー人の塚山教授は日本にこう警鐘を鳴らします。El porcentaje de la población que tiene que estar vacunado para reducir la transmisión del virus ya no es 70% o 75% como se pensaba hace un año. Ahora es alrededor del 90%, 95%. Y en la realidad es casi imposible. El gobierno, aparte de la vacunación, tiene que promover medidas adicionales de control.